おはようございます。ベトナムニュースホストの小森優也です。今日もベトナムをもっと身近にをテーマに、経済から生活情報までベトナムの今に迫ります。はい、ということで、ちょっと画像が暗めなのかな、もし暗めだったらごめんなさい。今日は照明が暖色の照明なので暗めに見えるかもしれません。外は一応朝撮ってるんですけどね、外は曇り空です。曇り空、雨か、雨です。はい、映り悪かったらすいません。その分頑張って喋ります。はい、じゃあ今日のニュースいきます。第1四半期の自動車の販売台数が 33% ダウンということで、なかなかシビアなニュースが入ってきました。バーマというところの発表です。バーマというのはベトナムオートモーターマニファクチャーアソシエーションかな、ちょっと待ってくださいね、見ますね。バーマという組織の発表です。ベトナムオートモバイルマニファクチャーズアソシエーション、大体合ってましたね。はい。で、ここの発表によると、ベトナム国内の自動車販売台数が 33% 落ち込みましたということです。はい。第1四半期でね、 33% 落ち込みで、5万台くらいかな、5万台か、自動車販売台数5万台です。で、これは前年の2019年の第1四半期から比べると、前年の同時期と比べると 33% ダウンということです。ちなみにですね、この感染症流行る前は、ベトナムはの自動車市場は非常に好調でですね、去年の販売台数、自動車販売台数は32万台ですね。32万台です。で、年々、高い成長率を維持してたのですが、ここへ来て、おっと。ということですね。はい。原因はもちろん感染症なんですけど、もはやこういうの落ち込むってことは皆さんもう分かってると思うので、どのくらいの規模で落ち込むのかっていうところに注目ですよね。それは今はね、こういう時期で、この先どうなるかわからないと、不透明な状況が続くので、不確実な状況が続くので、国民はみんな、市民はみんな元気を持っていたいですよね。だから、自動車なんて大きな買い物はなかなかしないと。ましてやローンを組んでどうのこうのっていうのは、ローン返済の見通しもわからないので、不確実なので、なかなかローンも組みたくないというのが消費者心理ですよね。ということで、自動車を落ち込むのは、みんな分かってたこと。じゃあどこまで落ち込むの、それがどのくらいのインパクトあるのっていうのを見ていかないといけないですね。 33% 果たしてこの 33% で止まるのかというところも、これまた一つですよね。ここから上がっていくのか、ここからさらに下がるのかっていうのはまだわからないですね。状況的にベトナムはですね、感染症の封じ込めは成功しました。成功しそうです。はい。で、その次、経済を盛り返していきたいんですけども、果たして、ここから経済が上向きになるのかならないのかという話ですね。今のところは、きついかなっていう見通しですよね。というのも、貿易も止まっちゃってるし、世界的にも需要が、みんなお金使わなくなっていますので、ある一定期間はまずいでしょうと。はい、ということで、自動車の販売台数落ち込むのはみんな分かった上で、果たしてこれがどこまで落ち込むのか と、どこで歯止めがかかるのかっていうのにを見ていかないといけないですね。今、ベトナム政府も含めてですね、政府はじゃんじゃんお金を吸っていますので、市場にお金自体は溢れてきます。なので、数1年後から数年後の間に、またベトナムは経済復活して、バブルっぽくなると思います。ただそのタイミングがどこなのかという見極めは必要なのかと思ってます。ベトナムの感染症の封じ込めが今うまくいっているので、これが成功したとして、で、次は経済の立て直しフェーズに入っていきます。なので、経済の出口が見えたら、自動車の販売台数も増えてくると思います。長い変化の時期になりますが、皆さん時期が来るまでゆっくり、タイミングが来るまでじっくり待ちましょう。
MCV からのお知らせです。MCV ではテレビ番組以外にも YouTube ドラマを頑張ってます。最近はですね、ララスクールという番組を、飲料メーカーとタイアップでやっていますので、ぜひご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日。Tôi là Lizzy, học sinh mới của trường Lala. Còn bà, tôi tên là Mirai, tôi cũng học trường Lala. Có tao với mày, với lại anh Gin là không biết cô gái là gì thôi. Chẳng qua là tao không có muốn cô gái bậy bạ như tụi bay thôi. Còn tụi bay muốn hả? Tao sẽ thể hiện cho tụi bay thấy cô gái trong vòng 3 nút nhạc là như thế nào. Cái bà làm gì đó? Mày ở xó nào chui ra đấy? Tính làm anh hùng à? 5km mà lấy của người ta 300.000, lấy giá cắt cổ cũng không tới giá đó đâu. Mấy đứa đọc bản thông báo chưa? Ok, năm nay cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em nha. Mấy người nói tôi muốn làm anh hùng, chẳng khác nào đang tự ám chỉ mình là tiểu nhân. Mày nói gì vậy? Chờ người đến bên say đất nước mi không suy nghĩ. Mơ về.